夏目さんは無理ぐらい。夏目先生は厳しいね。いや、夏目できるよ。夏目できるよ。できるの？できない。夏目先生はね、やっぱ一番できない。仲間外れ嫌だよ。なんでだ、なんでだ。怪しい。特別な存在だよ、やっぱ。特別だね。うまたきんてんどいちだ。やべ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 、癖になっちゃってんのよ。キッチンと貨物を押すのが。おお。うわあ、やばい、最悪だこれ。あ、ごめん、これミスター。リスポッチ。もう寄宿前通路で湧いてそのまま、じゃあエンジンルームだ、ごめんなさい、エンジンルームで僕湧いてそのまま上行ってきましたら、すいません、死にました。いや、それより原産の脇市から、うん、あ、そうだ、ごめんなさい、その方がいいですね。動揺してました、すいません。貨物室4人湧いてたと思うんですけど、白、オレンジ、青と、もう一人藤宮も貨物室、あ、藤宮さんか、オレンジ、青、黒、はい、白、オレンジ、青、黒、キッチンがセンタン、ピカクロス、赤、黄色かな。アーカイブが最速で私で左に抜けたから、襲う生まれの人がいたら分からんけど、最速は私しかいなかった話。アシューさんは？アシューはメインホールで一人脇でした。で、エレクトリから最終です。メイン。じゃ全部脇位置は一掃されてますね。ん？アーカイブは？アーカイブ三頭さんです。三頭さん。三頭さん。三頭さんアーカイブ。うん。メインホールは？アシューさんじゃ。メインホールアシュー一人です。メインホール。エンジンルームマシャカリで、階段はしごの音は一つだったので、マシャカリさんがミーティングやってる可能性はないです、ね、で、僕宿舎前まで行ってるんで、そこまで下になく、マシャカリさん唯一昇降機の下、いや、ドア閉めたら無理か、無理ですね、マシャカリさん無理だと思います。あれ、あと聞いてないの誰だ、藤宮さんとか。僕貨物脇です。貨物脇4人ですね。貨物脇え、藤宮さんとあと誰だっけ。東谷、アルト、夏目先生。東谷、アルト、夏目先生。あれ、ドア閉まっ、はい、閉まってたの。センターさんとピカクロさん、キッチンですか。あ、無理だと思う。はいはい。センターさんは多分無理だと思う、確実に。そのエンジンルームで襲わきして、なんか道中できるしたってパターンじゃない限りはほぼ無理。うんうんうん。メインとかも。貨物で湧いたのが4人だもんね。でしてね。今日、オレンジ、青、黒だもんね。じゃあセンターさんして僕できないんだったら、浮いてる足湯さんか、サントスさんか足湯ですね。そう、をロラしたらもう一路釣れるんじゃないですか。いや、怖くないか。ピカさんどこだっけ。私キッチンからね、ピカさんもできますよ。僕ピカさんの少々もできないです、うん、そうなんだ、ごめんなさい、ごめんなさい。私がセンターさんができるのであって、逆に聞くけど、夏目先生とか東谷さんとか藤宮さんってさんもできないはずだけど、少々できんの。貨物に湧いただけなんで、うん、貨物の人は足湯でいいと思う。どこ脇の人を殺すんですか。貨物走ろうと思う。ギリ絞れんなこれ。いや、脇位置軽かったな。いや、でもそれにしてもピカさん浮いてたから無理か。あんま3人かな。水風船の関東大層進めば友達が できるね。はい。サントさんがアーカイブ脇の即右でしたっけ？即左。速攻で左行ったから、遅めにゲンさんが生まれたら分かんない。とりあえず最速で速攻で左行った、私。で、ダウンロードしてるんで。うん。あ、ごめんなさい。あ、そっか。加算がなんで僕に白出しできるかが分かんないな。まあ、だから言ってる通りに、さっき話したレア系の条件以外は白いと思うよっていう前提条件をつけてるよ。あれ、エンジンは先端ピカクロスでしたっけ。エンジン、エンジンはマシャカリさん単体だけで、マシャカリさんが単体で出てるから、例えば、エンジンに遅く湧いたゲンさんが、コックピットの方に行こうとした時にセンターさんにキルされたってパターンはあるよと言ってる。メインもありますよ。メインで2人湧いて、アシューさんと僕のニローとかもあります。なんか金庫で切ってるとかもないですか、うんうん、もありえますよ。あると思うけど、うん、ある。結構わかんないな、絞れないな。メインでは湧いてなかったですね、うん、ごめん、はい、貨物で湧いた4人って藤宮、東谷、アルト、夏目先生だよね。はい、そうです。そうだよね。で、僕は金庫にずっと残ってる。金庫じゃねえ、金庫の前に行ってるんですけど、貨物の、はい、はいはいはい、他3人どこ行ったか全く見てなくて、はいはい、
どう動いたかだけ聞きたいので、藤宮さんが最速でラウンジ側に抜けてた気がします。はい、上に抜けました。上行ってるんですね。はい、藤宮さん。当夜それ見送って、給油タスクがラストですね。当夜さん、給油。はいはい。夏目先生。夏目先生、下？あ、下か。じゃあ、夏目先生、絶対無理だ。うん、夏目さんは。で、まあ、本当にレアケースなんですけど、アーカイブ遅脇で右にそれてきた原産を藤宮さんがラウンジでやるはできなくはないと思います。うん、多分ね。まあ、そうですね。はい、遅脇を疑うならそうなりますからね。うんうん、まあ、いや、ないと思うけどな。うん、遅脇疑うとね、うん、それだったら、まあ、どこでも遅脇はまあ、そうですね。まあ、企画の先端とかが容疑者保護になっちゃうね。それだったら貨物で僕もってなってくる。だし、かつ、貨物で4人いて、そこでやったらもう、ほぼ絞られるから、レポートされたら、押されることが分かってないと。そう。で、結論としては、だからね、ここで追放することができないという結論になっちゃうんですね。うん、やっぱり。娘さんは無理ぐらい。夏目先生は厳しいね。いや、夏目できるよ。夏目できるよ。できるね。夏目先生はね、やっぱ一番できない。仲間外れ。いやいや、なんでだ、なんでだ。怪しい。特別な存在だよ、やっぱ。特別だね。行こう。はい。うん。ミュー、コミュー。シュ黄緑青緑青オレンジ緑青オレンジ、ちょっとリスク高いな。死なない死にませんね。汚くないよ。ドラティじゃねえんだよ。ボタン押せばよかったな。とりあえず青。はい、ナイス。キッチンの展望デッキ入る前の扉の前でアルトニキは死んでました。直近だと思います。私が8秒前に、バイタル見たときは生きてたので8秒以内のキルだと思います。サントさんはバイタル前にいるってことだ。そう、バイタル前にいて、その後ピカクロスさんとすれ違ってるから、バイタル前が嘘じゃないのがピカクロスさんは死んで証明できるかな。そうだけど、センターさんってエンジン側からメインに行きませんでしたっけ。はい、あれはどこからというルール。キッチン武器庫、はい、込み直し、エンジン、メイン、シャワー、メインです。僕がセンターさんと、東谷さんと最後すれ違いました、はい、メインのとエンジンの間ら辺ですれ違って、僕が宿舎のダウンロードやってから最後誰か階段登り落として、僕はあのリフト乗って右に行ったぐらいなんですけど、他の方はもう一回下位置どこだっけ。展望デッキ、キッチンと展望デッキの、キッチンが展望デッキ入る前の扉の前で死んでました。小宮、3人来てたと思うんですけど、僕とあと2人、東谷さんと、アシューさんと東谷です。アシューさんか、あ、そう、はい、で東谷キッチン脇の武器庫タスクやり、サボタ通信のサボタージュ直し、エンジンのタスクやって、であのコックピットでアシューさんが眺めと、まあ、あとマシャカリさんもいらっしゃいましたね、のを見てからメインホール側に抜け落としてセンターさんです。はい、まあ、そうです、僕思いました。当たり前ですけど、ピカクロスさんは絶対できないです。うんうん、なぜ、なんで？だって8秒、以内で死んでいて、エレクトリカルですれ違ってんだから、たどり着けないじゃん。下位置までたどり着けないじゃん。あ、確かに、ごめん。最後、ミーティング上がった人いますか？階段の音聞こえますか、ね、はい、階段の音、はい。あ、夏目さん。はい。あ、白いですね。じゃあ、特別に白いですね、これは。はい。できるよ。で、アルタさん見てないですか、東谷さん。見てないですね。ちょうど見てないな。じゃあ、東谷さんがコックピット行ったとき、僕エンジンですれ違いました。コミのあった直後に、エンジンから通信室の方に行く、アルタさんすれ違ってます。エンジンから通信室。これ、センターさんミスだと容疑者を絞られるんじゃないか、はい、誰になりそう。うん、だから、コックピットにいる3人の誰かじゃないですか。貨物シュッ、
緑赤赤やばいこれ、もう一人死体出てそう。やべえなこれ。あーしまったな。ボタン近く開けばよかった。まあ死んでるよな。ごめんなさい、ボタン押そうとしたんですけど僕押してましたわ、初手。あ、そっか、だからか。ごめんなさい。今込み前に3人で直したかな。富士宮さんとコミュニケーションに富士宮、マシャカリで、あとからサントさん、はい、うん、はい、トイヤ浮いてるんですけど、アーカイブ脇の、シャワー室から、メインホールに行くとき、通信妨害中ですね、に、メインホールを逆走してくるアシューさんとすれ違ってます。で僕、はい、ピカクロさんは、アーカイブのタスクやってたのを見てます。あ、でそこから僕シャワー室メインって抜けて、そこでアシューさんがシャワー方向に抜けてきました。僕ちなみにエレクトリカルの方に行きました。あ、トウヤさんと藤宮さんが左に行くのは見てます。うん、はい、トウヤさんとアシューさんが、そうそう、アーカイブ方面で死んでるとすれば、トウヤさんは無理です。トウヤさんの方が左に先に抜けてるので、なのでそれであれば藤宮さんか僕っていうことになります。ただ僕1個前の情報で、電気室と、アドミン情報なんですけど、電気室と診察がずっと1つつき続けてて、最終電気室が2になったんですけども、それって誰やったっすかね、ケンさんとかも。 いつの話、今回の1個前の話です。1個前の、アルトさんがキルされた、はい、診察室が担当したんですよね。え、それってアルトさんキルした時に私とピカクロスさんがバイタル見た後見合ったって話だから、サントスピカクロスさんって、あ、そっかそっか。だからこれはあんまり話としてはそんなに自由じゃない。マシャカリさんはどういうルートでコミュニケーション行きました？僕は最初寄宿舎前通路を開いて、でミーティングルームで押そうとしたんですけど、僕押せなかったんで、はい、ごめんなさい。で寄宿舎前通路、またエンジンルームコミュニケーションです、最終的に。マシャさん普通にできないと思うから、弾いていいと思う。マシャさんはミーティングルームで見てる絶対無理だと思います。マシャさんは仕事でいいと思って、はい、センターさんはミーティングまではどういうルートで？アーカイブでピカクロスさん見て、多分シャワーの方行きました。僕アシューさんにスキップスキップスキップ、あ、スキップ、あ、もう一回話します。あ、ごめん、もう一回、ごめん、ああ、ごめん、入っちゃったか。センターさんかなと思います、僕は。トウヤがアシューさんに入れました。アシューさんがスキップしなかったのか。ごめん、ちょっと、もっと早く言えばよかった。ボタン押せない、ボタン押せない、ボタン全員で押して、タスクしない、タスクしないで。よし、なった。え、あぶねえ。俺はナイスボタン。ありがとうございます。ナイス。トウヤさん、今、妨害されてました、100%。うん、妨害されてましたね。おー、なるほど。まあ、じゃあ2ロー残ってるってことですね。となると、アシューさんって。ということは、アシューさんが、そう、アシューさんが白だったから遺言だとセンターさんだけど、理由を聞きてないんだよね。東屋さんも白だと思う。で、富士宮さんが見たのが、最新情報だったんで、僕言わなかったわけです、はい、ピカクラさんの。ごめん、もうちょっと正確に言いますね。ラウンジの、じゃ貨物でピカクラさんと一回、すれ違いました、トイレのところで。で、ピカクラさんが貨物の方に行って、僕はラウンジの、左上のタスクをしてるときにピカクラさん左行った。で、多分その後シャワー室行ったんだろうなって話を聞いてて。思いました。で、はいって感じですね。で、僕は昇降機の移動を使って、ミーティングボタンを押してきました。今配電盤僕も触ってたんですけど、貨物で。他に触ってた人は僕とマシャカリさん。いや、私も開いたけど、開いたの、
すぐやとなんかすぐ取れちゃうからボタンの方走った方がいいかなと思って。絶対直したの僕ですって言える。でも、僕も触ってたんですけど、直すのやめました途中で。僕が先生なんで。触ってた、触ってたんですね。うん、少し触って。まさかりさんは白木わかんないですけど、2日目のキル無理なのはまさかりさんのみですか？2日目サントスあのピカクロスもできないっていう話になってるよ。ああはいはいはい。わかんないけど、足湯さんがクルーだったっていう今世界戦ですよね。うん、なので足湯さんの遺言を信じるかって感じ。今いや違う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 、信じるんじゃなくて、最新情報が藤宮さんなの。だから無理なの僕は。藤宮さんが僕が見た後に見てんの。シャワーでしょ。で僕シャワー寄れる時間ないんで、昇降機使ってるんで。藤宮さんいます。でも伝統で全然あるんじゃないですか。うん、わからん。わからん。僕だったらピカさんの情報出す意味ないと思うんですけど。いや、うん、サンタさん、シカリさんとかない。いや、2キル気をつけてください。これ、4人なんで、左に集合しましょう、昇降機。はい。よしよしよし。とりあえず一郎釣れた。ボタンないからな。サントスさん、いやー待って、キルごちゃごちゃなってるな。初手キルがマシャカリさん、まあでもおかしいよね。サントスさんがアーカイブ明けだよね。ボタンもうないよね。マシカリさん僕もないから。左行ってないよね、今のヌーンで。はしごの落としたけど。サントスさん、初手綺麗で、サントスさんで。死んでないよな。どこのはしごの音だこれ。僕右、あ、もしかしたら痛いです。サントスさん、いや、マシャカリさん来るじゃないよね。待て、マシャカリさん離れないで。多分サントスさんだと思うけどな。
って待って待って待って、行かないで、絶対行かないで、絶対行かないで、よしよし、行かないで行かないで行かないで、ああ、そこは OK。 マシャカリさん、下発見していって。ナイスナイス、トワイさんナイス、トワイさんナイス。いけ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 。ナイス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 。ナイスすぎ、ナイスすぎ。下発見して。ナイストワイさん。神、ナイス、ナイスすぎる。あー、いい立ち回り。うまい。ナイスすぎる。ナイス。はい。頑張りました。ナイスすぎる、マジで。ナイスすぎる。あの、まあ、サントスさん確定ですね、東亜目線は。ナイスすぎる。あの、もうサントスさんしかないでしょ。だって、あの、ずっとなってたし、右にセンターさんいたのに。そうですよね。で、あの、昇降機が左から右に持ってかれるのを見て、あ、右で死ぬなって思って。神判断すぎる。自投票するんで大丈夫です。ナイスすぎる。ね、昇降。ヌーン強奪したんだけど、あれスキップ入れた人いた？ああ、間違えて俺がいると。おい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 安心したわまあこれで勝っても勝ちじゃないか。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。いや、ナイスすぎる。いや、トウヤさんマジで、トウヤさん神、マジで。いや、停電直しちゃった。お互いうまかった。直っちゃいましたね。すみません、あそこトウヤさんマジでずっと一緒に動いてくれたから、ナイスだった。そうですね、ありがとうございました。そう、なんか停電があれすごいカチャカチャされてるってのでお互いに笑っちゃったっていう。サントさん直してなかったから笑ってたけど。初手のキッチンキルどなただったんですか？キッチンじゃない、もう初手アーカイブですね。あ、初手はゲンさんアーカイブで切ってます。もう私も二郎に、あ、初手二郎と同じ位置で生まれてるんで、はいはいはい、あるともう、ね、あ、じゃあレアケースだったんだ、貨物室からの。そう、戸谷さんのちょっとそうですか、ビンゴでした。分かんないな。アルトさんは藤宮がエンジンから弁当で飛んでキルしてます。なるほど。いやー、近く逃したのはちょっと悔しいな。藤宮さんの話をしてたら藤宮さんにキルされた。 お互いカチャカチャ被っちゃったね、申し訳ない。いえいえ、カチャカチャするなんだけど、ごめんごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。いやー、危ない。僕ローラーされたらもうストレート負けしてたから。あー、そう、すみません、センターさん、僕はいらんこと言って。いやいや、あれ誘導してたの藤宮さんだったんで、はいはい、足湯さん釣れたのもラッキー釣りですけど、いや、マジで分かんなかった。そう、ね、藤宮さんがピカさんの情報出してたってのもあったから。僕もう真っ黒やったんで、トペのキル全然できる位置やったし。まあその位置も間違ってはいたんですけどね、ピカクロスラウンジで死んでるんで。そう、アーカイブに戻ってないですよ。はいはいはい、そう、ラウンジで切って、センターさんがラウンジのあのビリヤードの配線のとこにいるのを見ながらシャワーって抜けてってるんで、あ、ちょっと怖かったんですよね。ちなみに残されたクルーの人って、あの藤宮さんが連れて4人一路で狼確定、え、一路落ちたのが確定した段階ってどういう推理でした？あ、僕、ごめんなさい、セタさんからちょっと。あ、なんですか？ごめんなさい、聞いてなかった。セタさんとマシャさんとかトーヤさんが生き残ったクルーとして4人一路で誰が狼で、あ、もうサントさんだと思います。初手キルが、うん、ああ、そうですね、うん、そう、初手キルでアーカイブの、え、実際そうだったんでしたっけ？あ、違う、藤宮さん、あ、藤宮さんだったんだっけ。うん、さんどこで死んでたんでしたっけ？あ、そこ薄いラインやって言ってたとこ、アーカイブ、ゲンはアーカイブで切られてて、サントさんでも最速左入力されてたからゲン見えなかったです。え、見てますよ、バリバリ見た上でか。あ、そこだ、あそこの二郎だ。あー、なるほど、うまいな。あ、話しやっぱりシンプルじゃ、二郎だ、そういうことか、すごいな、上手、アーカイブか、うまいな。いや、たまたまそこにサントさんが湧いてってくれたのも、ね、運が良かったっす、それは。うまいな、部屋主だから若干早くリスポンして見えなかったんですかね。よくしてたんですけど、全然違いました。藤宮さんすごいな。いや、上手、藤宮さん悔しい。
ねえ、ごめんなさい、買っちゃったから、ごめんなさい、休止に行けなかった、ごめんなさい。リアクター盤面もめちゃくちゃ、なんか駆け引きだったな。それとあと、僕に言い出してたのが、藤宮さんとサントさんだったから、勝ちに、勝ち急いでた感じがあって、そこの2要素かな。でも、だいぶ分からなかったです。マシャカリさんもあんのかとかも思ってたし、サントさん、マシャカリさんとかないよねとか言ってたんで。言ってましたね。センターさん右で殺して左ヌー剥奪するとこまで完璧だったのに、やられたと思いましたもん。東屋さんが本当にあと多分あと何秒ぐらいしたっけ、リクール。あれでもまあまああった、10ぐらいありました。ああ、あれが一緒に直すとか、マシャカリさんが右にいたタイミングとかもあったから、分担したのが惜しかったっすね。うん、多分あの昇降機直してドア閉められたら間に合わなかった。そう、リアクターが直ったタイミングがあれば。直したらよかったのか。ごめんなさい、藤見さん。直したらよかったのか。いやー、でも直さないよ。あそこ判断難しいっすよ。直してドア閉めか。いやー、機械は。てか、むず。ぬーって、その後自分で直してドア閉めか。それが一番思いつかなかった。ぬー直す。絶対それ練習しないって言う。この場面を迎えないとマジで。結構。ここまで緊迫した状態で、あとあれでしたね、あのドアが閉まってなかったんですよ、あのメインホールとシャワーとアーカイブと全部閉まっててリアクター鳴ってたら、そこそこか、そう、多分あとは東屋さんのあのカードスラッシュの技術次第だったから、手震えるやつやもん。運が悪かったですね、自分が来るの時のために。いやー、藤見さんありがとうございます。ナイスファイトです。いやー、ナイスファイトでしたね。いやー、素晴らしかったっす。うん。